で、まあ、IFD の作成には結構、まあ、時間が重いショットとかだと結構 IFD の作成に時間かかるんですけれども、まあ、IFD 作成用にマシン用、その IFD 用のマシンをまあ割り当ててやることで、まあ、アーティストはですね、引き続き別のシーンを作成をしておいて、まあ、レンダーファーム上でまあ簡単に IFD をどんどん作成して、で、IFD が出力され次第、まあ、レンダーファームのですね、マントラライセンス無料なので、まあ、マシンあるだけどんどんレンダリングを大量にしていくという形になります。まあ、ネットレンダー全般の注意点としてですね、まあ、全ての HIP であったりアセットをネットワークからアクセスできるようにしておくのと、まあ、絶対パスではなく、まあ、ダラー HIP だってあったりダラージョブを使った相対パスで指定する。これ今普通に、まあ、先ほどと、まあ、似たような手法でシェーダーランダマイズしまして、まあ、マントラの設定をまず終わらせます。そして、まあ、HQ レンダーノードを置きましてですね。で、この HQ サーバーのところで、まあ、自社内のサーバーアドレスとポート番号を指定してます。で、デフォルトでその IFD、ジェネレート IFD がオンになっているので、まあ、何もしなくても基本的に IFD どんどん、作成してくれるので、基本的には、何も変更することはないんですけれども、その IFD を作成するマシンを自分でここで割り当てられるんですね。で、まあ、レンダー側でグループを作っておけば、こういうふうに、これ自社内のちょっと数台、ちょっとレンダーファーム作ったんですけれども、ここでグループがいろいろ割り当てられてまして、まあ、IFD 用のマシンであったりとか、まあ、レンダリング用のマシンであったりとかを、まあ、グループで分けてあげて、まあ、HQ の方で、まあ、どのグループでレンダリングしたいのと、まあ、IFD 作成は、まあ、IFD グループに割り当ててあげて、まあ、これが実際の、このタブで実際に、まあ、どのマシン使ってレンダリングするんですかっていうことで、まあ、これは、レンダー用のグループを指定して、で、セーブをしまして、まあ、普通にサブミットジョブをします。するとですね、まあ、HQ の画面行ってみると、まあ、ジョブが作られているのが分かるかと思いますね。それで、まあ、内部に入ると、まあ、今ここでジェネレート IFD っていうのが、ここでジョブが1個作られてまして、まあ、ここでどんどん IFD が作られてます。まあ、ライセンスを今ちょっと確認しましても、ここでですね、フーディーニエンジンのライセンスが1個今ここ消費されてるのがわかるかと思います。ここで、まあ、どんどん今ここで IFD が作られていて、IFD が終わり次第、そのレンダー用のグループでどんどんこの IFD をレンダリングしていってますね。で、まあ、レンダリングに関してはこのマントラ用のレンダリングライセンスが使われるので、で、どんどん、まあ、効率よくどんどんレンダリングができますよっていう。で、今 IFD 作成中の画面ですね、これは。というふうな流れです。で、どんどん IFD がリアルタイムでどんどん追加されていってます。ここで。次にですね、じゃあ IFD を作らない場合は、どうなるのかという場合が、試しに作ってみたのがこっちです。IFD をあえて作成しないでやってみました。ライセンスを確認して見ているところです。IFD を、作成しないとですね、基本的に、フーディーニ用の Python によってですね、シーンのそのボップノードがクックさ、ボップノードじゃないです、そのシーン内のネットワークが全部料理されて、どんどんレンダリングしていくんですけれども、今、フーディーニエンジン、ライセンス、先ほど1個しか使ってなかったのに、今回今3つ全部使われてるのが分かるかと思います。ちょっとリフレッシュしないと更新されないので、定期的にリフレッシュしてるんですけれども、まあ、フーディーニエンジンがどんどん使われて、フーディーニエンジンのライセンスでは足りずに、今、フーディーニコアのライセンスまで今取って、
レンダリングしているのがわかるかと思います。なので、まあ、レンダリングする際は、まあ、基本的には IFD を作成してからレンダリングしましょうということですね。で、パックプリミティブを実際に使って、まあ、もう大量のジオメトリをレンダリングするために作った、まあ、サンプルなんですけれども、この木ですね、これが先ほどのスピードツリーのジオメトリー、一つにいっても150万ポリゴンあるんで、もうこの木がもう本当に何十本も出てるんで、軽くまあ1000万、2000万ポリゴンはもう余裕で超えているのと、まあ、このクマのジオメトリーですね、クマも全員毛が生えてるので、相当なポリゴンの数です。この芝生もですね、一応ファーで無駄にジオメトリを増やして作ってるので、もう芝生自体も相当のジオメトリがあります。で、まあ、たくさん、なんか複雑に見えるんですけど、基本的にはたったの5つのジオメトリしか、使っていなくてですね、まあ、スピードツリーの木、クマのアニメーションと、あとこのクマの毛ですね、クマの毛と芝生用ジオメトリと、この砂ぼこり、合計5つの、ジオメトリしかありません。それをパックプリミティブによっても大量に、コピースタンプでですね、コピーして、まあ、このように作っています。まあ、コピースタンプでコピーしただとやっぱりつまらないので、まあ、サイズのバリエーションを変えたりだとか、まあ、アニメーションのこの主人公はちょっとアニメーションサイクルのループもちょっと早くしてるんですけど、まあアニメーションのループの速度だったり、アニメーションのオフセットですね、などはコピースタンプで、まあ、バリエーションをいろいろ作り、その後にやっぱマテリアルシートなどで、この、それぞれのクマの色、まあ、そういうのを設定してます。ですね、まあ、これが一応シーンファイルなんですけど、自分、なんか一つ10メートルを作ってセットアップ用にもう全部ぶち込んでしまうのが好きなので、クマのアニメーション、アレンビックファイルで、その、デフォルトのアレンビックのアニメーションが、まあ、これだけ、途中で、まあ、止まってしまっているぞと。まあ、これを何とかしてループさせたい。まあ、ループさせたいっていうことで、とりあえずアレンビックなので、一回ポリゴンに変換して、まあ、編集できるようにして、その後にですね、トランスフォームで、ピボット、トランスレートと、その、オブジェクトの中心にピボットを持ってきて、その分、その差額を引くことによって、その、原点に持って、来ると言った方がいいのか、まあ、要はその場アニメーションがこのトランスフォームによって、できています。でクマさんトランス、その場アニメーションができたので、とりあえずこれを一回、ジオメトリとして、連番ジオメトリの BGO の連番で吐き出します。で吐き出したものがですねこっちなんですけれども、一回ちょっとコピーして、これがですね、先ほどコピーした、コピーじゃない、出力したクマの連番なんですが、ここの、ですね、ジオメトリーファイルのところでエクスプレッションを使いまして、ループで読み込めるようにしてあります。別にここでエクスプレッション書かなくてもタイムシフトでエクスプレッション書いてもいいなと後から気づいたんですけれども、まあ、ここでループで、現在は32フレームぐらいでループさせてます。もうもっと効率のいいやり方も多分あると思うんですけど、こんなパッドゼロとかいろんなエクスプレッション使って、まあ、これでループ、クマさんループができました。それをですね、どうしたかというと、群衆、次で群衆の作り方なんですけど、まず、その、まあ、クマが走り用の、まあ、パーティクル発生元のオブジェジオメトリして、こんなようなジオメトリを作ってまして、で、まあ、ドップでですね、キャッシュしたファイルがあるので、こっちで。まあ、こんな感じでパーティクルがズバーっと、まあ、横に流してるだけです。で、まあ、衝突判定はどうしてるのかということなんですけども、衝突判定はパーティクルなので、そんな複雑なことをしたくなかったので、こっちじゃない。このポップインタラクトですね。このインタラクトによって近場のパーティクル同士が反発し合ってちょっと向きを変えるように、設定します。それでもどうしてもですね、主人公の通る道にですね、パーティクルが出てきてしまうので、自分でコリジョン用のジオメトリをこんな感じで、これですね、今ここのバウンディングボックスなんですけど、これがまあコリジョン用のジオメトリして動いているんですが、まあこいつと衝突したやつは、まあパーティクルは消してやろうってことで、
衝突するやつは今緑色にしてあるんですけど、まあ、で、後で緑色のやつはもう後でも、ここで、まあ、エクスプレッションで緑色のやつを全部消して、緑色のやつを全部消しまして、これでまあ、主人公が真ん中通るところはまあ、誰も走っていないと。で、今また、まあ、もう本当に平坦なので、ですね、地面を作りまして、UV 作りまして、スカルプトでですね、ちょっとボコボコにしてやって、スムーズにしてやって、レイソップでですね、パーティクルを、まあ、投影してやると言いますか。これで、まあ、地面に沿ったパーティクルができたので、これでまあ、クマはちゃんと、地面に沿ってアニメーションされてるわけですね。で、こいつを、コピースタンプでコピーしてやるわけなんですが、コピーしたのが、こいつです。ジオメトリー、ちょっと表示すると非常に重いので、あ、ここにボックスあるんで、このボックスの読み込んで、今このボックスがあります。このボックスをですね、コピーしまして、まあこんな感じで、まあ、大まかなサイズと、まあ、位置。まあボックスだったら簡単にリアルタイムで見れるので、こうやってバーッと走ってるぞと。結果だけちょっと見せたいと思います。で、毛の方もですね、ちょっとジオメトリが、7万ポリゴンあるんですが、こんな感じでファーがありまして、まあこれも同じようにループしてます。で、それを全部くっつけると、まあこんな感じでループされるわけですね。で、まあここにもうそれぞれタイムシフトがあるんですけど、これによってコピースタンプのスタンプファンクションでアニメーションのオフセットをしてます。で、それぞれセットアップができたら、最後はもうこの、ファイルソップでジオメトリー読み込む部分をもうパックディスクプリミティブにしてやる。で、まあ、あとはレンダリングすれば、先ほどのような、こんな感じの、画像ができます。